絵日記、日々の出来事を絵に書き文章を添えた日記のこと、夏休みの宿題というイメージが強いですね。本来絵日記というものは過去の出来事を書くもの。しかしもし絵日記に未来の出来事が書かれていたら、未来絵日記、名前の通り未来のことが書かれている絵日記ですの。随分前にお父様のお知り合いからいただいたのですけれど、結局使うことなく書庫に保管してありました。当時はこういうものに興味がありましたが、今となってはあまり興味がないですね。でも捨てるのももったいないですし、どうしましょう。では動画の企画に使わせてください。ゆりかちゃん。ということで、夏休み特別企画、未来絵日記を使って1ヶ月間サバイバルをするにょ。するにょるにょ。未来絵日記か、これはかなり面白そうな企画だな。絶対的圧倒的革命的に面白いじゃん。あたいもやりたいあたいもやりたい。だがこねてるクロエちゃんかわいい。処分しようか悩んでいたので、こうして企画で使っていただけてよかったです。ステラーの皆さんは未来がわかる絵日記読んでみたいですか？読んでみたい方はチャンネル登録と高評価で教えてくださいね。読みたくない人もポチポチよろしくなので、つまりみんなポチポチよろしくってこと。ってこと。ルールはサバイバルを進めながらご説明していきます。まずは未来絵日記を読んでみてください。わかったんよ。どんなことが書いてるのかな。ワクワクするのさ。おお、絵日記出てきた。かわいい絵日記ね。8月10日、朝起きたらつよつよボスがいて戦いになりました。しっかり装備しててよかった。つまり10日の朝にボスと戦うことになるのか。そういうことですの。今日が8月1日、10日の朝までに戦う準備をするんよ。わかり申した。それではこの間にルール説明をしていきますか。今回は8月1日から31日までの1ヶ月間、未来絵日記を読みながらサバイバルしますの。約10日ごとに夏にちなんだボスが現れるので、そのボスを倒すというのが目標になります。さすがに31日分を1つの動画にすると長くなるので、10日ごとに区切って3本立てでお送りしますの。8月は31日まであるから3本目だけ11日分になります。まずは毎朝未来絵日記を読んで未来を知ります。基本的にその日起こることが書かれているのですけれど、8月1日、11日、21日に関してはボスのヒントが書かれています。だからさっき8月10日の日記が出てきたのか。そしてここで重要なこと、ボスが登場する日の日記に関しては未来を変えることが可能です。例えば10日のこの日記には、しっかり装備をしていたと書かれています。ボスが来る未来は変えられませんが、装備をするかしないかはこちらでどうにでもできますよね。ですが絵日記に書かれていることは絶対。なので万が一絵日記に書かれている内容と異なる結果になった場合、その時点でこの企画は終了となります。それからもう一つ重要なこと、未来絵日記は夜しっかり寝ないと内容が更新されません。なので夜の知らせが来たら二人にはベッドで寝ていただきますの。寝ずに次の日を迎えてしまった場合も企画終了とさせていただきます。企画終了にならないように頑張らないと。以上が企画のご説明でした。あとこれは私からの提案なのですけれど、久しぶりのプチサバイバルシリーズということなので、拠点を作るという目標を追加してみませんか？簡単なものでいいのですけれど。いいじゃんいいじゃん。目標はいっぱいある方が楽しいからな。確かに。じゃあ拠点を作るも目標で。目標いっぱい頑張るのです。今はとにかくベッドを手に入れるのが最優先。寝ないと企画が終わるって話だからな。そうやね。この辺動物さん多いからなんとか羊毛を集めてみせる。見せるのである。羊さん一匹しかいない。馬さん豚さん鶏さんはいるけど、羊さんと牛さんが全然いないわね。早速企画終了の危機。大丈夫大丈夫。もし企画が終了したら次はあたいがやってやるじゃん。企画やりたがりクロエ。未来絵日記楽しそうだもんね。あ、村がある。星のあっちに村があるんよ。なんですと？ということは確実にベッドが手に入りますね。企画終了阻止。阻止されちゃった。かなり大きい村なんよ。星草の俵もいっぱいあるし、これは当たりの村ね。ですです。ひとまずこれでベッド問題は解決。これからどうするんだ？先にこの村に拠点を作ろうかなと思うんよ。素材集めすること考えたらあんまり時間なさそうやからね。ということで拠点ができるまでここを仮拠点とする。とするのです。でも装備も揃えなきゃよね。最低でも鉄フル装備は用意してた方が良さそうじゃん。確かに。じゃあ私が拠点作ってる間、星の鉄集めしててくれる？うむ、お鉄様が仮お任せください。ということでここからはしばらく別行動。ゆりかちゃん側には私とマリサちゃんがご一緒しますの。拠点の素材集めだよな。どんな拠点にするんだ？今回はサクッと逃避で機能値を作ろうと思うんよ。もし近くに逃避がなければ最悪オークでもいいかな。逃避は使いやすい素材ですからね。無事見つかることを祈りますの。よいしょ、よいしょ。星野何してるの？お家に帰りやすいように階段を置いてるのです。あんた鉄集め担当だろ？こんなことしてていいのかよ。
お時間は取りませぬゆえ。まあでもしばらくここで生活するって考えたら、こうやって移動しやすくしておくのは大事ね。それはそうなんだけど、お時間は取りませぬゆえ。わかったわかった。やった逃避やった。割と近くにあってよかったな。ほんまそれ、持って帰れるだけ持って帰るぞ。階段作ってたところの下が渓谷になってました。墓地の参るのです。すでにもう何個か鉄が見えてるわね。お鉄様祭りの予感。でももうすぐ夜になるのさ。お時間がない？一生懸命階段作ってたからね。もうちょっと集めたかったけど、そろそろ寝る時間やから一旦戻るんよ。あ、お知らせ出ちゃった。星野とゆりか別々に寝ても問題ないのか？大丈夫ですの。初日くらい一緒に寝たいなと思ってたけど間に合わないかな。よい子は寝る時間。急げ急げ。さっき作った階段が役に立っておる。お役立ちました。ではではおやすみなさい。おやすみなさい。間に合いそうにないから今日は私は野宿するんよ。初日で企画終了するわけにいかんからね。あ、星野寝たみたい。それじゃあ私もおやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。起きたらまずは絵日記チェケラ。また星野のイラストだ。今星野いないからこれは私が読むね。8月2日、今日はずっとお腹ペコちゃんでした。ぐー。お腹ペコちゃん、ずっとお腹が空いてたってことだよな。多分そういうことやんね。あ、なんか私お腹空いてきた。いきなりすぎないか。うふふ、これが未来絵日記の効果。初日とボス戦の日以外はこのように1日何かしらの効果を受けますの。つまり今日は1日空腹状態ということです。そういうことか。うー、美味しいご飯いっぱい食べたい。ペコちゃん、ペコちゃん。星野どうしたの？なんか起きてからずっと元気ないな。うむ、ペコちゃんすぎて、ペコちゃん。ご説明のしろな。未来絵日記の力で今日は一日ずっと空腹ですの。ずっとペコちゃん。なるほど、だから星野元気なかったのね。うん、星野お客様集めできるかな。頑張るしかげん。しかですか。村に戻ってきました。ちょっと動くとすぐお腹空いてしんどいけど、早く拠点を作らなきゃ。ああ、目標達成のために頑張れ。応援してますの。二人ともありがとなんよ。この辺なら高くて周りを見渡せるから、ここにドドンと拠点を建てよっと。まずはちょちょいと整地をします。逃避の原木ポンポンポン。壁は奥の板材にするんよ。ポンポンポンと。あんまり作り込む時間がないから大きさはこれくらいでいいかな。屋根は逃避の階段にするんよ。いつもは縦長とんがり屋根を作りがちやけど、今回はシンプルな三角屋根です。こっち側の屋根も作ってっと。あ、そろそろ寝る時間。今日の作業はここまでだな。空腹の中よく頑張りましたの。星野寝ないのかい？マチポチのなのです。せっかくならゆりかちゃんと一緒に寝たいもんね。ですです。あ、ゆりかちゃんだ。ゆりかちゃん、星野久しぶり。今日は一緒に寝れるんよ。やったった。うわ、村人さんいっぱい。これは早く拠点を完成させないとな。そうやね。で、星野もう寝てるし。すやー、村人さんたちもうしばらくここ使わせてね。それじゃあ私もおやすみなさい。星野おはよう。おはよいます。ちょ、狭くて出れない。この家に4人はきついって。一日も早く拠点完成させます。やっと出られた。それじゃあ絵日記を読むんよ。8月3日、クッキーいっぱい、美味しい一日でした。クッキーいっぱい。星野いっぱい、どういうことなのかしら。クッキー。そのクッキーどこから来たんだ？うふふ、よーく周りを見てみてください。お空からクッキー？これってもしかしてクッキーの雨？大正解、今日のお天気はクッキーですの。なんて素晴らしいお天気なんだ。昨日は空腹で今日はクッキーの雨。悪いことがあった次の日はいいことが起こる感じか。あら、クロエの癖に察しがいいですね。癖には余計なんですけど、墓地のお客様チェケラ。おー、いっぱい開けております。多分もう二人分の装備作れるんじゃないかい？そうね、作ってゆりかちゃんに渡しに行きましょうか。わかり申した。通し足りないかもな。ゆりかちゃん、ゆりかちゃん、星野どうしたん？お客様装備をお届けに参りました。おー、もうできたんか。お届けありがとなんよ。えっへん、とんでもないこともない。どっちなんだよ。星野の任務は無事終了。何かお手伝いできることないですか？そうやな。それじゃあ移動しやすいようにこの辺の道を整備してくれる？ここ結構高いところにあるから下から戻ってくるのがちょっと大変で。墓地のロードを作るとき星野にお任せください。お任せたんよ。ちょちょいとスコップ作ってっと。うわー、墓地のロード。星野すごく楽しそう。あたいもやりたいな。よし、一旦外装はこんな感じで。クッキー邪魔やな。着々と手持ちのクッキーが増えていってますの。墓地のロード順調に出来上がっております。完成が楽しみだわ。おっと、そろそろ寝る時間。一日ってあっという間なのさ。ですです、もう寝る時間か。ゆりかちゃん、今日も一日お疲れ様でした。ありがとなんよ。あとはもう内装を作るだけか。そうやね、明日には拠点で寝れるようになるはず。すやー、星野もう寝てる。墓地のロード作り頑張ったからね。そっか、星野ありがとなんよ。明日も頑張ろうね。おはようございます。今日もクッキー降ってこないかな。さすがに毎日クッキーはしんどい。それじゃあ気になる絵日記チェケラ。8月4日、お天気が悪い一日でした。今日は
雨が降るってこと？多分、でもなんで赤いんだ？嫌な予感がする。やっぱり血の雨やー。クッキーじゃなくて血でしたー。血の雨、だから絵日記の雨が赤かったのか。血の雨は過去コピプラネットの動画で何度か降っています。今回降っている血の雨も過去のものと同じで触れるとダメージを受けます。ということは外出禁止？両拠点完成させようと思ってたのに。まあそんなこと言って雨が止むわけじゃない。今日は一日洞窟で鉄と返しを集めるんよ。わかり申した。とりあえず仮拠点の前を掘り掘りするのです。どこかの洞窟に繋がってるといいわね。繋がりご期待。星野が掘り掘りしてくれてます。私はどうしよっかな。いてててて、あそこ渓谷になってる。そこで星野は鉄を集めたの。なるほど。どうにかこのまま渓谷にダメか。いや、案外頑張ればいけるかも。あたいもそんな気がする。ほんまに？痛いけど耐える痛いけど耐える。この勢いで渓谷に入るー。いて、ゆりかちゃん大丈夫ですか？大丈夫っぽい。そして渓谷に入れたっぽい。やったんだぜ。とちんのも渓谷チャレンジ。星野頑張れー。頑張れ頑張れ。おー、いけました。星野もこれたん。これちゃいました。さすが星野ちゃんですの。おはやいます。あれ、まだ赤い。すぐに止むと思います。ほんとだ、止みました。これで外に出られるじゃん。お外に出られるって幸せ。それじゃあ絵日記チェケラ。8月5日、ホリホリ上手な日。ホリホリホリー。ホリホリってホリホリのこと？おそらくホリホリ。掘るってことです。どういうことなんやろ。試しにこの辺ホリホリしてみるか。ホリ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 。なんやこれめっちゃ早い。ホリホリマスターユリカ爆弾。そんな星野もホリホリマスター。今日はずっとホリホリマスターです。二人とも思う存分ホリホリしてください。思う存分ホリホリるのだ。拠点作りの前に気が足りないから集めてこなきゃ。星野も手伝ってくれる？うむ、このホリホリマスターにお任せください。助かるんよ。じゃあ星野は多くをよろしくー。よろしくされましたー。それではホリホリ開始。ホリ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 ー。爆速ホリホリ。楽しそうすぎるー。いっぱい気を集めるんよー。昨日は血の雨で行動範囲が限られてたけど、今日は作業がはかどりそうだな。うん、昨日の遅れを取り戻さなきゃね。ゆりかちゃんファイトですの。村に戻ってきたんよ。今から私は建築タイム。あ、星野や。墓地のロードどんどん出来上がってるな。星野お疲れ様。あんまり無理しないようにね。うむ、ゆりかちゃんありがとうなのです。それじゃあ内装を作っていきます。と言ってももうすぐ寝る時間やね。ほんとあっという間なんだぜ。でももうある程度お家の形は出来上がっているので、今日からはここで寝ても問題なさそうですの。確かに、今日からこっちで寝て荷物も移動していくか。ルンルンルーン、墓地のロードいい感じなのです。かなり移動が楽になったな。そうね、余裕があればこの辺りにお花を植えても可愛いかも。それはナイスアイデア。あ、おやすみタイムだ、ゆりかちゃん。あ、星野、まだ内装できてないけど今日からここで寝るんよ。あっちを頭にしてここにベッド置いてくれる？お安いご用なのです。あ、ベッド1個しかない。少々お待ちを。お待ちます。お待たせしましたー。これでオッケー。それじゃあ寝るんよ。おやすみなさーい。おやすみー。それじゃあここでコメント返信。いつもお疲れ様です。二人はやっぱり性格が合っていてとっても可愛い。コメントありがとうございます。この動画は星野とクロエちゃん二人きりの動画やったんよね。いつもは強気で意地悪なクロエちゃんも、星野といる時だけは頼れるお姉さんって感じになるんよ。前は一緒にヤンキーごっこをやったりしてたし、またこの二人がメインの動画出したいなー。さて、それじゃあそろそろ動画に戻るんよ。夏休み特別企画、ぜひ最後まで見て感想コメントポチポチよろしくね。朝だー。おはやいますー。二人とも元気いっぱいね。今日も一日頑張るのだ。まずは朝の絵日記チェケラタイム。8月6日、ホリホリ下手くそな日でした。しょんぼり。ホリホリ下手くそ。ホリホリマスタークビですか？どっちみちあの効果は昨日だけだよ。ちょっと試しにホリホリを。ホーリホーリ。おそすんに。おててホリホリもノロノロなのです。今日はホリホリ封印だな。ですです。まあでも幸いなことに素材集めは終わってるんよ。引き続き私は内装作り、星野は墓地のロード作りを進めよう。わかり申した。それじゃあ今日は墓地のロードにお花を植えていくのです。私のアイデア採用してくれるの？うむ、いいアイデアはどんどん取り入れていくのです。あ、そうだ、仮拠点にあるかまどを拠点に移動しておくのです。ホーリホーリ、そうかホリホリノロノロなんだ。忘れるの早すぎん。とっくに拠点完成してるつもりやったのになかなか作業が進まぬ。日によっては作業ができない日もありましたから仕方がないですの。そうそう、焦る気持ちはわかるけど、その日ユリカができることをやっていればオッケーなんだぜ。二人ともありがとなんよ。でもさすがにそろそろ完成させたいんよね。この位置は微妙か。ほーりほーり、そうや今日はノロノロなんや。こっちも秒で忘れております。
昨日は全然作業進まんかった。でも悪いことがあった次の日は期待できる。期待する星の8月なのか。今日はずっとジェラちゃんと一緒でした。猫さん可愛いのです。ジェラだって。そんなサプライズ初めて聞いたのさ。ジェラどこだ、ジェラどこだ、どこですよ。ヘッドジェラちゃん。何これ可愛すぎるんですけど。最高の一日なのさ。本日は頭にジェラ、頭にいるジェラを外すことはできませんが、それ以外特に何もないので至って普通の平和な日ですの。ということは今日は作業を進められる。一気に拠点完成まで持っていくんよ。頑張るぞー。まずは昨日撤去できなかったブロックを撤去。はぁ、すっきりした。それじゃあちょっと素材を集めに行くんよ。まだ何か足りないのか？ガラスと植木鉢が欲しいんよね。だから砂と粘土を取りに行くんよ。あとお花とか草とかも軽く集めたいかな。ポンポンポンポーン。土地のロードは安全第一。柵で村人さんたちが落下しないようにしていくのです。安全と可愛さが詰まった土地のロード、とってもいい感じ。星野ただいまー。土地のロードいい感じやね。ぜひあっちも見てみてください。おー、お花がいっぱい。これはとっても素敵ですの。シロナは花が好きだからな。私ポチのロードとても気に入りました。よし、私も負けてられんのよ。絵画を飾ってみたり、ランタンを置いてみたり、お家の前はちょっとごちゃごちゃさせたり、タリタリタリ。これはちょっと微妙かな。壊してみたり、タリタリタリ。こういうのはやりだすとキリがないよな。そうなんよね。今回は建築がメインではないから、こだわりすぎないように注意なんよ。ゆりかちゃん、そろそろ寝るお時間です。あっという間やな。今日はもう寝て明日こそ完成するんよ。おはようございます。ジェラちゃんいなくなってる。ほんまや。あたい別に寂しくないからな。寂しいのね。いいことが起こった次の日は悪いことが起こる日。つまり今日は良くない日。そういうこと。星野のお醤油。ドキドキのエニッチチェケラタイムなんよ。8月8日ダンゴムシさんは大変なのです。ダンゴムシも、もしかしかしかして、今日は一日ダンゴムシ。やっぱりそうやったかー。あんたたちダンゴムシになった気分はどうだい？最悪だろ？この世の終わりって思うだろ？ダンゴムシ経験者は語る。詳しくはこちらの動画見て。虫嫌いのユリカがダンゴムシに、大丈夫なのか？ダンゴムシは触れないけど見てる分には平気なんよね。だから大丈夫。という情報はすでにユリカちゃんから聞いていました。なので今回ダンゴムシ科を採用しましたの。さすがに私ユリカちゃんには意地悪しませんので。アサイには何したっていいってのかよ。あなたはいつも自業自得ですの。あーもうやっぱこいつムカつく。クロエちゃんは星野の方に戻ってねー。ダンゴムシはハート1個。今日はあんまり無茶しない方が良さそうなんよ。それにしてもシロナはほんとダンゴムシが好きだよな。私はダンゴムシが好きというより生き物が好きですの。もちろん動物だけでなく植物も好きです。そういうことだったのか。シロナちゃんの新たな情報でした。お花をどんどん咲かせましょう。あんたダンゴムシにされて嫌じゃないのかい？割と楽しんでおります。星野はどんな状況でも楽しめちゃうのね。はぁ、あんたが羨ましいよ。おっと、こんなところに猫さん。ここは埋めちゃうから出てくださいね。ダンゴムシに助けられる猫ちゃん。不思議な光景です。ここにお花を入れてっと。よし、これで完成かな。お、ついにできたか。ゆりかちゃんお疲れ様でした。ということでこちらが完成した拠点。シンプルやし小さいけど割と気に入ってるんよ。ここでいっぱい夏休みの思い出を作るのです。なんか今日はいつも以上に疲れたんよ。星野もすごく疲れました。多分ダンゴムシになってるせいだよ。体小さいし体力も少ないからね。今日はもうスヤーするのです。ふわー、おやすみなさーい。よし、私も寝るとするか。独立睡眠。不思議いっぱいダンゴムシ。元の姿に戻ってる。戻ってる。やっぱりこの体が一番。それじゃあ今日もエニッチチェケラするんよ。8月9日、ぴょんぴょん、うさぎさんみたいな一日でした。うさぎさんみたい、ジャンプ力アップってこと？ってことだったー。うおーすげー。このジャンプ力うさぎどころの話じゃねえぞ。確かに。うさぎさんになれたのは嬉しいけど、正直今日はもうやることないんよね。ですです。まだ夏休みは半分も終わってない。今後のために物資を集めてたらどうだ？それはいいアイデアですね。ゆっくりしていられるのも今日までかもしれませんし。それはどういうこと？とっても気になる発言。うふふ、それはお楽しみということで、教えてもらえぬか。神の溝知るというやつ。それじゃあマリサの言う通り今日は物資集めするか。気は十分あるから集めるのは石と仮鉄かな。じゃあいつもの警告ね。いっぱいホリホリ頑張るマン。いろんな鉱石がいっぱい集まったんよ。これでしばらくの間鉱石に困ることはなさそうだな。ですです。装備も食料も問題なし。よし、明日に備えてそろそろ寝るんよ。そうか、もう明日はボス戦なのか。星野緊張して寝られないかも。すやー。絶対緊張してねえだろ。
朝です。目覚めもうした。あれ、夜になるまでって出てないんよ。今日はボス戦なので時間制限はありません。絵日記も今日の分はありませんの。なるほど理解。それじゃあ行くんよ。星野しっかりついてきてね。しっかりペットについていきます。むむむむむ、おかしいなぁ。どこにもボスなんていないんよ。ですです。シロナ、これは一体どういうことなんだ？うふふ、そろそろわかりますの。そろそろわかる？わわわ、なになに？突然のワープ、そしてボス戦の BGM。 なにあれ、かき氷？もしかして今回戦うボスって、夏らしくかき氷さんですの。そんなことある？ツッコミどころ満載やけど、今は戦うとき星野かき氷さんを倒すんよ。わかり申した。うわぁ、星野大丈夫？やばい、こっちにも攻撃が。かき氷さんは氷なので氷攻撃をしてきます。うん、見てるだけで冷たい。夏にはもってこい。この感じなら近づけそうなんよ。早速攻撃が入ったぜ。結構弱弱。最初のボスですからそこまで強くはありません。それを聞いて安心した。星野一気に、星野がやられた。すぐ戻ります。お戻り星野。お帰り星野。あんまり強くないって言ってもボスはボスだ。油断禁物なんだぜ。うむ、もうやられませぬ。いい感じに攻撃が入っていますね。あー、そろそろ倒せそうじゃん。ですです、これで最後。やったやった、倒したわ。そして美味しいかき氷。このかき氷は食べても平気なん？ご褒美の美味しいかき氷ですの。ご褒美きちゃー。それは嬉しいんよ。それじゃあ星野、乾杯。乾杯。もぐ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 。冷たくて美味しい。カップもストローも美味しい。それは言わなくていいの。ということで、未来絵日記サバイバル第1弾はこれにて終了。二人とも頑張ったと思ってくださった人は、チャンネル登録と高評価をポチッと押してあげてくださいね。星野頑張った。星野頑張った。頑張ったアピール。はいはい、よく頑張ったんだぜ。冒頭でもご説明した通り、未来絵日記サバイバルはあと2本投稿される予定なんよ。第2弾も楽しみに待っててね。それじゃあバイバイ。おちこぴですー。じゃじゃーん、かき氷作りました。美味しそう。キッチンにかき氷機あるから食べたい人は作ってね。星野食べるー。私も食べるー。夏といえばかき氷だよなー。私も後で食べよっと。たくさん氷あるからいっぱい食べてね。ゲーム見て見て。星野かき氷できた？できました。でかすぎ。お腹壊すわよ。